はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつ良治でございます。抗がん剤やって、2日目、症状がしゃっくりがでっていう症状が出てしまいました。今も止まっておりません。あとなんか顔が赤黒く、映像ではよくわからんかもしれませんけれども、顔が赤黒くなっております。しゃっくりしながらの動画ですね。佐渡金山一点世界遺産登録推薦へ、なんか締め切りが2月1日ということで、本当にギリのギリで見送ることにしたんだな。韓国政府の難癖で本年度は世界遺産登録推薦を見送る方針だったが、安倍元総理論戦を避ける形で申請しないというのは間違いだ。いや、高市政調会長、国家の名誉に関わる事態だ。必ず本年度に推薦を行うべきだ。など、党内から推薦を求める声が上がったことや、新潟県知事、唐揚げや先送りはしないでもらいたい。との声が寄せられ、一転して推薦することに決定した。だそうであります。ネットの反です。コロコロ変わるな。岸田頼りない。本当に毎回ことごとくブレブレ。最初から諦めたら韓国の言いがかりを認めたことになる。韓国の難癖で採用されなかったら、それはそれで韓国の異常性の宣伝になる。まあ推薦したからって採用されるとは限らないですもんね。国連の世界遺産委員会ってとこの3分の2以上の賛成がないと採用されないそうであります。話を聞くなら日本人限定に しとけと。本当だね。外国人の話なんか聞いてことねえから有権者じゃねえしね。岸田総理、参院選に影響しかねないって言って推薦見送ったんですけど、テレビが騒ぐからね。安倍元総理、高市政調会長、国益を守る会、新潟知事に突き上げ食らって、なんて言ったかっていうと、参院選に影響しかねないつって推薦を決定したそうであります。言ってること同じじゃねえかよって、何なんだそれはっていうか、同じ理由で見送ったり見送らなかったり、驚きますね。本当に信念とか自己規範とかないんだな。空っぽなんだな。なんか誰にでも俺はこれだけは許せねえんだみたいな規範があるじゃないですかね。ハットというものがさ、地元の声を尊重したとか言ってるらしいんですけど、まあ意地でもね、安倍元総理や高市政調会長に負けたとは言いたくないんでしょうね。皇室関係や会見なんかの重大事項もですね、こっちが大騒ぎすれば総理を操れるかもしれません。なんせ空っぽ人間ですから。逆言うとね、テレビと左翼が大騒ぎすれば操られるっていう危うさもありますね。まあ、空っぽで危なっかしいんで岸田総理、今後も要監視ですな。その岸田総理、周辺にはこんなこと言ってたらしいであります。韓国に遠慮して推薦を見送ったのではなく、考慮したのは米国。米国は日韓関係悪化を望んでいないと、日テレニュースでやっておりましたけれども、周辺の声がなんで漏れてくんだって話なんですけど、ネットの反応ですね。韓国と対立することが日本にとって大きな国益。それは詭弁だよ、岸田君。米国は韓国を見放してるけど、弱腰の極み。アメリカが日韓関係を気にしてるなんて聞いたこともないけど、これマジで言ってんだったら現政権の調査分析能力がマジで心配。俺も心配。アメリカは韓国の言うことなんかいちいち気にしてないけど、米国が日韓関係が悪化することを望んでいないからといって国益を毀損していいということにはならない。本当だね。そんなね、気使ってね、あっちは内政干渉してるわけでもねえのに、勝手に内政干渉されちゃってんじゃねえって話なの。
他人の顔色伺ってコロコロするのやめてほしい。日米関係重視なら日韓関係なんかどうでもいいだろう。さすがね、あのテレビしか見てない岸田総理、情報が古いな。2015年ですね、アメリカがお膳立てした日韓合意をですね、ためらいなく破ってですね、米国大使の顔を切りつけた時点で韓国は米国に見放されておりますよ。つい最近もですね、国務長官が文政権の残りの責務は日韓関係の改善だぞ、不可能なことをつい最近通告済みですしね。だからあのお前らが何とかしねくちゃらんねんでいうことですけどね、参院選に影響しかねないって言いつつ、辞任して高市さんに総理譲れそんなね、あなたが総理でいることが一番参院選に影響しかねるからね。共産党小池晃事務局長、参院選候補一本化協議のタイムリミットが近づいている。立憲をせかす、早く選挙協力の話し合いしましょう。泉健太立憲代表、タイムリミットは我々にとっては存在しない、突き放すと。現執行部は共産と離れたいみたいですね。ネットの反応です。立憲共産党万世、連合を取るか共産を取るか、一度混ざったらもう無理だよ。だらだら引き伸ばして共産党が勝手に候補者を下ろすのを待つ作戦か。まあ一度混ざったら大変ですよね。結婚すんのと離婚すんのどっちが大変だっつったら、離婚する方が100倍大変ですよね。ましてや子供なんか言うとね。さらに泉代表、菅直人ヒトラー批判に都は関与しない。まあ個人的発言だから知らねえってことですかね。維新が党に抗議文を持ってきた意味がわからない。菅直人を切り捨てにかかっております。ネットの反応、でも最高顧問ですよね。私も知らなかったんですけど、立憲民主党最高顧問って役職ついてるらしいですよ。見捨てられとるやん。もはやどうでもよいとさ、関与せずって党の最高顧問ですが、代表が変わっても立憲の中身は変わらん。今後は議員個人の発言では自民を攻撃できなくなるぞ。そうだね、個人の発言だから党は知らねって、やり返されるよね。なんか枝野幸男が40人以上とですね、離党画策してるってニュースありましたけど、菅直人も離党組に入ってんでしょうね。だから関わりたくないと。離党するのは共産と協力を進めてた前の執行部の連中ですね。共産党と別れたい泉体制じゃ今後の協力できそうにないから離党するのかな。連合の応援を選ぶ泉党と共産に頼る枝野党に分かれるっぽいですね。なんかね、それが参院選前かとかはまあ分かんないですけど、あやふなやなまま突入して大負けしてくれというのが希望であります。私も出る予定のですね、6枠を争う参院選東京選挙区にですね、テキパキしたバカの蓮舫も出馬する予定です。改選組ですから。テキパキしたバカっていうのはネットで付けられたあだ名で、なるほどなと、気に入ってしまいました。6年前は112万票取ってぶっちぎりでしたが、まあお茶の間でもね、何でも文句言って正体がバレてきてから、まあ、次はそんなことそんなに取れないでしょうね。まあ落選ってことはないでしょうけどね。50万票取ると6枠に入れるみたいであります。私もそれ目指して、頑張ります。しゃっくりしながらちょっとお聞き苦しい動画でした。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。